本動画は劇場版のネタバレを含みます。苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。ふざけるな。劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムに登場したアスランザがコズミックイラの世界で最強と呼ばれることも多い彼は、 PV が公開されて以来全編周囲モニタの機体に登場しているシーンが存在していただけだったことから、真と交代でイモータルジャスティスに乗るのか、それとも後半でインフィニットジャスティスの新型機に乗るのかと様々な予測がされていました。しかし映画をいざ見てみると、まさかのジャスティスどころではないとんでもない機体に乗って現れ、颯爽とキラの窮地を救いました。それがまさかのズゴック。しかもズゴックに乗って現れたどころか、その中身はまさかのインフィニットジャスティス二式でした。 PV で神妙な顔をするアスランのワンカットが映し出されてていた時、誰がこの後の展開を予想できたでしょうか。そしてズゴックの中からインフィニットジャスティスが現れるとは誰が予測できたでしょうか。そんなアスランは劇中で鬼神がごとき活躍を見せましたが、そもそもなぜその姿を隠しズゴックに扮していたのでしょうか。今回はそんなズゴックとインフィニットジャスティス二式、そして映画でのアスランの活躍について解説考察させていただきます。まず映画でのアスランの動向について見ていきたいと思います。シードデスティニーの最終決戦となるメサイア攻防戦終結後、世界平和機構コンパスが設立され、ラクスやキラたちはコンパスの一員として紛争に介入し平和維持活動を行っていましたが、アスランはメイリンと共にターミナルに所属しました。シードデスティニーのアニメ内においてターミナルという名前はほとんど登場しませんが、もともと設定で存在する組織です。ガンダムシードの最終決戦である夜勤ルーエ攻防戦が繰り広げられる頃、ラクスの父シーゲルクラインが立ち上げたレジスタンス組織がターミナルの前身とされていて、地球連合やプラントなどの非戦派が集まって結成された非政府組織となります。その経緯からラクスやアークエンジェルに好意的で、世界各地にエージェントがいて各国政府の情報機関並みの情報力を持ちます。なおターミナルはファクトリーと呼ばれる小惑星帯に隠された秘密工場ともつながりがあります。シードデスティニーに登場したストライクフリーダム、インフィニットジャスティス、ドムトルーパーはファクトリーで建造されており、ステラが登場していたガイアはクライン派によって奪取された後ファクトリーでバルトフェルド搭乗機に回収されています。シードデスティニー以降の世界ではプラントと地球連合の間に停戦条約であるユニウス条約が締結されているので、表向きは核エンジン搭載機の開発が認められていません。そのためデスティニーやレジェンドは核エンジン搭載機ということを隠す配慮がなされていました。しかしターミナルやファクトリーは非政府組織だからか、ストライクフリーダムやインフィニットジャスティスには核エンジンが搭載されているにもかかわらず、型式番号には堂々と核搭載機であることが明記されています。映画内ではターミナルの構成員としてはアスランとメイリンの2人しか登場していません。しかし物語後半でプラント国防委員長ジャガンナートがファウンデーションの決起に応じてクーデターを起こした際、イザークとディアッカがプラント最高評議会議長のラメントを守るためエターナルへ向かい、デュエルブリッツとライトニングバスター、そしてミーティアを入手していました。この描写からアスランとメイリンがイザークたちにターミナルの諜報員を経由してクーデターの情報を送り、避難先としてファクトリーに保管してあるエターナルの元へイザークたちを誘導し、2人は密かに整備されていたデュエルブリッツとライトニングバスターに同乗したと考えられます。またこの2機は格闘再起ですが、ターミナルとファクトリーが準備した機体だからこそユニウス条約の目をかいくぐって核エンジンを搭載することができたのだと考えられます。映画では突然デュエルとバスターが登場してファン歓喜の展開になりましたが、ではそもそもなぜファクトリーでイザーク機とディアッカ機が開発されていたのでしょうか。イザークたちはザフト軍人ですが、ただコーディネーターとナチュラルが殺し合い憎しみ合うだけでは戦争はなくならないことを痛いほど知っている者たちです。そのためメサイア攻防戦終結後、ターミナルへ所属したアスランと連携を取り、有事に備えてデュエルブリッツとライトニングバスターを密かにファクトリーで用意していたと思われます。とするとアスランはコンパス設立前後ですでにターミナルに所属していたと考えられます。ここで次に時系列を整理するため2
フリーダム強奪事件について考えてみます。特典小説月光のワルキューレによると、イザークがコンパスに新モデルのフリーダムとジャスティスを届けに向かう。その運搬人がアグネスとその彼氏のレオナードとされています。また同時にレオナードは一度でいいからフリーダムに乗ってみたいと言っています。つまりイザークが届ける新型フリーダムにはレオナードが登場、新型ジャスティスにはアグネスが登場と解釈できます。次に小説版の内容を見てみると、オーブはファウンデーションに借りがある。半年前のフリーダム強奪事件では、アークエンジェルに引き渡されたフリーダムがテロリストに強奪され、地上の施設を襲う事件が発生。そのテロはファウンデーションのモビルスーツがフリーダムを撃墜して鎮圧してくれたとあります。映画内では一瞬だけストライクフリーダムがブラックナイトにやられるシーンが存在しました。このシーンを見直してきたところ、各部の形状が錦ではなく回収前のストライクフリーダムに見えました。この内容の情報を統合すると、レオナードが登場するフリーダムは新型機なので、ストライクフリーダム錦かライジングフリーダムのどちらか。しかしフリーダム強奪事件でストライクフリーダムは撃墜されていて、錦はオーブで回収されているということなので、フリーダム強奪事件でストライクフリーダムが撃墜されたため、ライジングフリーダムがレオナードによって届けられたと考えられそうです。レオナードがフリーダム強奪事件の裏でファウンデーションとつながっており、フリーダムを強奪してブラックナイトに撃墜させるところまで仕組んでいたのではないかというご意見を先日の動画で多々いただいており、私も月光のワルキューレを読んでいた時にそう感じていたのですが、その場合レオナードが運んでいたフリーダムの新型機がブラックナイトに撃墜されているのなら、そのフリーダムとはライジングフリーダムかストライクフリーダム2式ということになります。しかしこの2機が映画の前段階ですでに一度破壊されているとは考えにくいと思ったので、レオナードとフリーダム強奪事件は別の話で、レオナードはあくまでライジングフリーダムの運搬を担ったのではないかと考えました。また映画や小説内ではブラックナイツがフリーダム強奪事件に関して、コンパスっての案外大したことないんじゃないと言い、さらにそれはこないだ実証したしと発言しています。つまりフリーダム強奪事件はコンパス設立より後の話だとわかります。では次にここまでの内容を整理してみます。なおここからはコンパスが核エンジン搭載機を表立って使用できないという前提があるものとします。ちなみにライジングフリーダムの OS は映画冒頭で確認できますが、見たところストライクなどと同じ General Unilateral Neural Link Dispersive Autonomic Maneuver に見えたので、バッテリー機だと思われます。時系列ではこのように考えられます。メサイア攻防戦が終結しコンパスが設立、この時ストライクフリーダムは核エンジン搭載機なので表立って使用することができないため、キラには専用機がない。そこでライジングフリーダムを開発するため、オーブのアークエンジェルの元へストライクフリーダムを運送。キラはコンパス所属なので核エンジン機の操縦ができず、別のパイロットが運送するも強奪されてしまい、ブラックナイツがストライクフリーダムを破壊。ストライクフリーダムはオーブで修復され、錦に回収。その後ライジングフリーダムが開発され、イモータルジャスティスと共にレオナードとアグネスによって届けられる。アグネスはキラに惚れ込んでレオナードを捨てたので、アグネスはコンパスに残り、レオナードは去った。このような流れだと考えれます。前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、この時系列で考えた時、インフィニットジャスティスがどのようになるのかが見えてきます。ライジングフリーダムと同時にイモータルジャスティスが開発されたことから、ストライクフリーダムがオーブに輸送される際、インフィニットジャスティスも同時に運ばれていると思われます。ここでストライクフリーダムは強奪されるも、インフィニットジャスティスは奪われなかったらどうでしょうか。一つ考えられることとして、その存在を隠匿するというものがあります。この2機は核エンジン搭載機です。仮にも平和を謳うコンパスが核エンジン搭載機を解析して新型機を作ろうとしていることが外部に漏れたらどうでしょうか。その次に開発する新型機がいくらバッテリー機であっても、世間の糾弾は免れないと思われます。世界を脅かす核エンジン搭載機ストライクフリーダムが強奪され、その危機をファウンデーションが救ったという事実は世界に広まり、ファウンデーションはその地位を確固たるものにします。
一方で核エンジン機を秘匿しているオーブは球団にさらされる。ともなれば、インフィニット・ジャスティスはすぐにその存在が隠蔽されます。そう、ズモックの誕生です。ズモックは劇中でライジング・フリーダムがアグネスのギャンに切り刻まれ、キラが殺されかけたところを間一髪で救いました。インフィニット・ジャスティスのアンテナが見えているほか、足の裏はインフィニット・ジャスティスの足裏が見えるようになっているので、福田監督曰く、映画内では目を凝らしてみれば中身に気づけるようになっているとのこと。ちなみに私は戦闘シーンが早すぎて気づけませんでした。どう考えても肩アーマーなど収納できないように見えますが、細かいところに突っ込んではいけなさそうです。武装としてはミサイルやメガ粒子砲を備えています。シード界にメガ粒子砲というものがあったかどうか深く考えてはいけなさそうです。両腕部にはシールドとクロウを備えていて、劇中の演出を見る限り両腕部のクロウは灼熱化することができるようです。装甲は常に赤いことから、フェイズシフト装甲ではなさそうに見えます。フェイズシフト装甲ではないとすると、フェイズシフトダウンしているライジングフリーダムを一気に破壊したブラックナイトのニードルガンにも耐えている。つまり装甲が分厚い。しかし分厚い被り物装甲をつけてもブラックナイトと互角の戦いを繰り広げる。つまりアスランが最強という構図が見えそうです。ズモックは背部にキャバリアアイフリッドを装着することができ、劇中ではメーリンやカガリがここから遠隔操縦する様子が見られます。また仲間たちを乗せることが可能で、ミラージュコロイドも発動できるので、軍事要塞アルテミスに捕らえられたラクスを救う際、アスランがストライクフリーダム2式に登場してブラックナイトをおびき出すことでアルテミスの傘を開かせて、その隙にアルテミスに潜入するというニコルの作戦を行っていました。そして映画後半ではブラックナイツに苦戦するキラのストライクフリーダム2式がフェーズシフトダウンした際、再びニードルガンからキラを守り、その真の姿を見せることになります。それがインフィニットジャスティス2式です。動力源が核エンジンかバッテリーかはまだ明かされていませんが、インフィニットジャスティスの回収機と考えると核エンジンではないかと推察されます。型式番号が ZGMFX191M2 とされているのですが、ストライクフリーダム2式やマイティストライクフリーダムは ZGMF/A262 とされているので、兄弟機でありながら回収経緯が異なるがゆえに、このような差があるのかもしれません。外観はインフィニットジャスティスから細部で変化しました。まず頭部です。従来機は側面に4門の CIWS、 いわゆるバルカン砲が搭載されていましたが、二式ではこめかみに2門のみ搭載されています。胸部は4機の近接防御砲が内蔵されているのは変わりませんが、エアダクトの形状が変更され、胸部上段の緑色のラインがなくなり、コックピットブロック上部の色が黒から赤に変化し、ブロックの形状自体も変化しています。肩部のデザインも変更され、側面にはエアダクトが追加されていたり、上腕部につながるアーマーも形状が変化しています。腰部はフロントアーマーの形状が変わりました。そして脚部は膝から下にかけて従来機の角張った形状から三角になり、ジャスティスを思わせるデザインになっています。武装はファトゥムがウィングに変更されました。ズモックのバックパックを意識しているのか、グレーを基調とした配色になり、ミサイルを搭載。また従来機のハイパーフォルティスビーム砲のような武装も見られます。ビームキャリーシールドは従来機と同じで、ビームブーメランとグラップルスティンガー、そしてビームシールドを内蔵しているようです。また全身凶器だったビームサーベルが変化しました。まず手持ちのシュペールラケルタは従来機と同じ形状で、脚部グリフォンビームブレイドも引き続き搭載。背面のウィングのものは2つから4つに増加しています。そしてまさかのモヒカンカッター、トサカにもビームサーベルが追加されました。ただ従来機ではファトゥムのハイパーフォルテスビーム砲の背面にブレフィスラケルタが搭載されていたり、ファトゥム先端にもシュペールラケルタが搭載されていましたが、2式のウィングのビーム砲や先端部分はビーム発生器がない形状にも見えるため、ウィングのビームサーベルを一部オミットしてトサカに火力を集中させているのかもしれません。劇中ではシュラのブラックナイトスコード芝と激闘を繰り広げる中、同時に地上にいるカガリがストライクルージュキャバリア装備で出撃して遠隔操作を行っていました。どこまでアスランで、どこまでカガリが操縦しているのか分かりませんが、ミスター騎士道を打ち破る戦いは
いろんな意味で楽しめる展開になっていました。余談ですが、映画特典小説二人の逃避行では、アスランとカガリが初めて会った無人島で、カガリのシャツの下に小さなカニが潜り込んでいたことについて二人が回想しているので、アスランがここからカニイコールズゴックの偽装を思いついたのではないかという考察もあるようです。ただ福田監督曰く、最初の企画はビルドシリーズより前に行われていたので、当時はズゴックではなくアッガイを出そうとしていたものの、ビルドシリーズでアッガイが登場したのでズゴックにされたとのこと。もしかしたらズゴックに決定した後で二人の逃避行の回想シーンが作られたのかもしれません。ということで、以上ズゴックとインフィニットジャスティス錦についてでした。まさかのズゴック登場で私は度肝を抜かれましたが、皆様はいかがでしたでしょうか。他にも気になっていることなどもコメントで共有していただければ嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。